中原久男大正三年に一月十五日は、日本の武士、警察官、内務官僚、西南戦争の直接的なきっかけを作った人物として有名である。中原久男の辞令処合士、中原昌平の長男として、移住因号した薬地西久保に誕生。幼名は、オス左衛門の、母親戦争に兵器方として従軍し、明治維新後の明治四年、 東京太り締りのための羅卒勝負を受け状況。10月20日、第一大区取締組組頭、警視庁に報職、羅卒の致傷警部となる。明治7年1月10日、西郷隆盛の下野と共に、遺願面官し、台湾出兵に参加し、後復職。明治10年1月11日、同郷の大警視、川地俊義の許可を受けて、 鹿児島県出身の警視庁同僚ら24名と共に久しぶりの帰郷を果たす。しかし、帰郷は表向きの名目であり、事実は以前から明治政府が警戒していた市学校と及び西郷隆盛ら市学校幹部の偵察、並びに九号氏族の市学校からの離官工作活動のために潜入したとされる。帰郷した久尾は旧地の谷口東太に、 自分は差し違えてでも西郷を止めると言ったと言われる。これが明治政府による西郷暗殺の陰謀の証拠とされ、同年2月3日、他の帰郷中の同僚らと共に私学校生徒に捕らえられ、厳しい尋問の末に明治政府が西郷を暗殺しようとした陰謀があったことを自白した。激しい拷問を受けた久男だったが3月10日、カイロにて鹿児島に入った。 直視、柳原咲光の一行に救出され、感染神奈川丸に乗り込み、東京に移送される。後に、高知県警部長、山梨県警部長、福岡県警部長を務める。47歳の時に、福岡県警部長を辞職して郷里に帰る。大正3年1月15日午前4時正去去年70、中原久雄が鹿児島に帰ったのは、 西郷隆盛を視察するためだったのか、視察するためだったのかは、当時から論が分かれていた。中原久夫が、恐竜従院で寄席を送って、臨終の間際、地元青年団が駆けつけて、中原久夫に視察か視察かを問ったところ視察と、明言したという。また中原久夫の名、中原稲は、中原久夫が、福岡県警部長の時、中原久夫の自宅で、花嫁修行を兼ねて、 家事手伝いをしていたが、1日の始まりは、中原久男に旅を履かせることだったという。中原久男は、両手旨に爪がなく自分で旅を履くことができなかった。これは私学校生徒による拷問で生爪を剥がされた結果という、ありがとうございます。